ユニオン軍はアメリカ合衆国ペンシルベニア州の中央部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は44,947人であり、2000年の41,624人から8.0%増加した。軍庁所在地はルイスバーグボロであり、同軍で人口最大の町でもある。ユニオン軍は1813年3月22日に、 ノーサンバーランド軍から分離して設立された。軍名は、アメリカ合衆国の統合を願ったものである。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は317平方マイルであり、このうち陸地317平方マイル、水域は0平方マイルで、水域率は0.12%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 ユニオン軍の自治体、ボロは赤、タウンシップは白。国勢調査指定地域は、青ペンシルベニア州法の下では4種類の自治体がある。市、ボロ、タウンシップ、町である。国勢調査指定地域は、アメリカが州国国勢調査局が人口統計データを取るために設定した地域である。州法の下では、実際の司法権が及ぶ範囲ではない。 村など、その他の未編入領域も下記に挙げる。ユニオン軍教育学区の区分図2007年6月、ペンシルベニア州教育省の子供開発初期、学習局によれば、スナイダー軍は、子供のリスクレベルが低い方から、中間程度にあり、納税者の手当てする資金からより恩恵を受けられるとしていた。学習開始修学前授業は低収入家程の子供のために、 連邦政府と州が資金手当てする授業である。対象は3歳児と4歳児である。これに参加するためには家庭の収入が連邦政府の規定する貧困線以下である必要がある。ボールドイーグル州ユーリンラピットランの小さな滝群内には3つの州立公園があるリサイクルの基本計画が 軍全体で実行されており、月に1回道路端での収集があり、週に数時間運営される持ち込み施設がある。アルミ、ガラス、新聞紙、プラスティック、雑誌がほとんどの施設で受け入れられる。厳格な分別と洗浄が求められている。蛍光灯など危険なゴミは回収されない。ありがとうございます。